目覚めた時は来た。あとで腰を抜かせる。ドラドラ、ね、お前の番だ。眼中古心霊爆キン、呪符タイム。幽霊来たよ。行くぞ。お前の番だ。五行結界陣。一陣神。私と共に戦ってくれ。してはおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。お前の番だ。眼中古心。参れ、遠慮たし。霊爆金。呪符タイム。強説よ。行くぞ。ギアラス教師。はい、遠慮たち。琉球如立よ。強説よ。枯れ木に花咲く。五行結界陣。ギアラス教師。霊爆金。入れ怨霊たち。強説よ。呪符タイム。
大江山に住む鬼どもの討伐を提案すると、集まっていた一族の長老たちの顔が曇った。この老人たちが何を恐れているのか手に取るように分かった。老人たちは私のことを源家一優秀な陰陽師だと言いながら、大江山に住む鬼王に確実に殺されると思っていたんだとっくに対策は練って、あの刀が襖の後ろでその時をじっと待っている。おにぎり、皆にお前の実力を見せる時が来たぞ。はい、ご主人さん。皆が噂を耳にしたことのある源家の鬼殺しの秘策が、私の前でおとなしくひれ伏している。臆病者たちが男を目にするのはこれが初めてだ。私はひそひそと話す一族の人間たちに視線を落とした。怯えるのは弱い者だけだ。私は決して怯えたりしない。時は来た。それ以上私に近づかないで。私が預かっておく。闇の極限。少将、ここで呪ってやる。やらず少将。眼中古心。いけ。溶接よ。いや。これでよし。行くぞ。やらず教師。琉球如立よ。私が預かった。瓦解。行け。溶接よ。私と共に戦ってくれ。ギアラズ教授。わざとじゃないよ。ノッコン少女。
結界陣強説よ。呪符対ギアラズ強襲こうしてよ。救急如立よ。体より強靭な。行け。溶接よ。瓦解。ほらほら、いや。おいけ。はかなくしら。救急如立よ。ギアラズ教師。呪符タイム。救急如立よ。強説よ。私と共に戦ってくれ。次はあなたの罪を払ってあげます。ギアラズ教師。そりゃ。ノッコン少将。太陽の悪劇。太陽の悪劇。いや。強敵よ。大河の怒りを。眼中孤身。ギアラズ教師。呪符タイム。止まらない。それに止まらないで。強説よ。目覚めよ。時は来た。よろしくな。ギアラズ教師。瓦解。このくらえ。このくらえ。行け。
ギアラズ教師出せよ。五行結界陣。おやおやおや、溶接よ。天下の悪鬼を貫く刀だ。待ち伏せていた妖怪を全て殺して、男は笑顔でそう俺に言った。私はお前の主人、源頼光だ。これからはお前をおにぎりと呼ぼう。俺は過去の記憶を失っていた。その男は源家の陰陽師で、山でお祓いのさなか複数の悪鬼に襲われたそう。悪鬼どもに窮地に追い詰められた時、ご主人様の刀が一族の氏神の姿に変わり、彼を救ったそう。その刀が俺だと言うと。私と共に世の平和を守ろう。俺の左目には契約の証が刻まれた。ご主人様は立派で強くて正直な人だ。ご主人様がうつつよの断りを教えてくれる代わり、俺は彼の背中を守る。ご主人様の力なら必ず正義を貫き、世の悪を裁くことができるだろう。俺はご主人様の刀となった。こうしてよ、救急にょりつれよ。賑やかな場所は嫌いだ。ギアラズ教師、さらに人間当たり前だ。いかない。ノッコン
少女。私が預かっておくね。ワンワン出撃。追い切る。まっすぐ送り上げるから殴らないで。眼中腰に。いや。行け。溶接よ。救急如立よ。私と共に戦ってくれ。急げ急げ、おにぎりが俺を待ってるぜ。ギアラズ教師どれや。まっすぐ送り上げるから殴らないで。はっ、ね、行け。これ溶接よ。どうしたどうした。決壊陣。こうしてよ。救急に寄り釣りよ。あ、止まれ止まれ。ギアラズ教師。大運の悪劇。ノッコン少女。まっすぐ送り上げるから殴らないで。大運の悪劇。私が預かっておく。溶接よ。行くぞ。当たらないよ。
時は来た。俺たちかまいたち三兄弟、さあ行くぞ。ギアラス教師、ドリアン、ドリアン、ガカイ、まさか僕にあげるから殴らないで。だら。ギア。行かれてます。強説用す。眼中個人。ジュフタイム。こうしてよ、救急如立よ。ギアラス教師、まず僕にあげるから殴らないで。少々強説よ、当たらないよ。五行結界陣。ギアラス教師、救急如立よ。行け、強説よ。邪魔みんな死んで、当たらないよ。行くぞ。Thank you.
時は来た。朽ちてはおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。よろしく。松ぼっくりあげるから殴らないで。瓦解。はっ。くらえ。私が扱って。調節よ。当たらないよ。はい。奇妙たち。急に寄りつよ。神様、おじさま、これで松ぼっくりあげるから殴らないで。眼中個人ギアラズ強者。いや、私が松ぼっくりくらえ。熟体源家一族は鬼王の首を取るために総出で大江山に攻め込んだ。圧倒的な兵力を投入したにもかかわらず、戦いは何日も続いていた。そんなことは鬼どもにとって大したことではない。だが俺のご主人様はすっかり疲れきっていた。鬼王は恐ろしく狡猾で、一瞬の隙をつきご主人様に襲いかかってきた。俺は瞬時にご主人様の前に立ち、鬼王の激しい一撃から彼をかばった。強烈な妖気が一瞬にして俺の体を貫き、俺の左目もやられてしまった。俺は強烈な痛みに耐えながら鬼王の腕を押さえつけた。鬼王は俺の左目を見つめてこう言った。貴様。一瞬だったがご主人様にとっては十分だった。首を切られた鬼王の血が俺の左目に入った。気づくと源家の兵が放った火が妖怪の死体であふれた地面を覆っていた。俺の目は血で赤く染まっていた。
眼球を覆う血を通して見える死体のようなだんだんと倒れている死体が自分のように見えてきた。こうしてよ、救急に寄り継ぎろ。俺様の出番だぜ。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。行け、強説よ。三剣。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。行け、強説よ。三剣。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。強敵よ、やらく強者。三剣。妖怪め。五行。決壊陣。三剣。大河の競争客。私が扱うよ。当たらないよ。大河の光を。救急に寄り継ぎ。ちょっとおめえな。勝つ。ゾウから私らを守ってくれるんだ。私と共に戦ってくれ。行け、強者。ギアラズ強者。松ぼっくりくらえ。行け、強者よ。当たらないよ。三剣。枯れ木に花咲く。
坊やを脅かすんじゃないよ、モルサメ。当たらないよ。三剣行くぞ。松ぼっくりあげるから殴らないで。やる気強者。当たらないよ。強説よ。琉球如立よ。枯れ木に花咲く。私がやらず強者。五行決壊時。強説よ。松ぼっくりあげるから殴らないで。私が坊やを守るさね。そう当たらないよ。私が預かってる。マスボックにあげるから殴らないで。ジュフタイム。当たらないよ。時は来た。マスボックにあげるから殴らないで。少女、私には守りたいもんがあるからね。探検。私が預かってる。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。眼中個人。私と共に戦ってくれ。当たらないよ。ロッコン少女。三剣。眼中個人。勝った。
ちらを守ってくれるんだ。当たらないよ。琉球に寄り釣りを。私が守りたいもんがあるからね。松ぼっくりあげるから殴らないで。三剣守りたいもんがあるからね。松ぼっくりあげるから殴らないで。くそ、私が防御守るさね。目覚めよ、時は来た。今度はどうしようもないでしょ。少々勝つ。三剣私が使ってる。松ぼっくりあげるから殴らないで。勝つ。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。これでよし。当たらないよ。琉球に寄り付け。マスボックにあげるから殴らないで。三剣私が熟体。私が守りたいもんがあるからね。当たらないよ。神様おじさん、よくもマスボックにを奪った。マスボックにあげるから殴らないで。私が防御守るさね。当たらないよ。大江山に戻ると全てが変わっていた。四天童子が人間などに負けるわけがない。今まで私に勝てる妖怪など一匹もいなかった。大江山の鬼王は私よりもはるかに強かった。今まで何度もあいつに挑戦してきたが負けてばかりだった。納得がいかずこの前もまた戦いを挑んだ。やつは一生して私を座らせ酒に付き合わせた。親友はお互い切磋琢磨していければそれで十分だ。お前が親友だと言った覚えはないぞ。やつは笑い手に握っていたものを私に投げてよこした。
まあまあ、また戦いたくなったらこの鈴を鳴らして俺様のところに来ればいい。私は心に誓った。こいつは絶対に死なせない。私と共に戦ってくれ。ガガ、あっちだよ。行け。強制ギアラズ強襲。松ぼっくり耐え。斬死ぐれ。三剣。行かれ。強制ギアラズ強襲。眼中個人。正常。
松ぼっくりくらえ。こうしてよ、救急に寄りつよ。身を引き裂かれるがいい。呪音のくさび、松ぼっくりあげるから殴らないで。ワンワン、止めて。私と共に戦ってくれ。いつもみんなを傷つけてしまう。ギアラズ教師の死。ギアよっしゃ。三剣。ギア私が預かった。行け、調節よ。眼中腰松ぼっくりくらえ。これでよし。ギアラズ教師。行くぞ。ギア。あたしには守りたいもんがあるからね。一発でっかい。今度はどうしようもないでしょ。私らを守ってくれるんだ。三剣。よっしゃ。ほらほら。ノッコン少女。松ぼっくりくらえ。神様。おじさん。よっしゃ。行け。
呪符タイム。まずもくやげるから殴らないで。さあ私が預かって三剣五行結界陣。私には守りたいもんがあるからね。当たらないよ。どうしてよ、救急如立よ。夢のうまそうな匂いがする。かっ行け氷石よ。はっちやー海運の悪撃かっこで不運から私らを守ってくれる。眼中腰に松ぼっくりくらえ。弱しき夢。あたしには守りたいもんがあるからね。で私が預かって。強説よ。そう松ぼっくりあげるから殴らないで。勝った。不運からあたしらを守ってくれるんだ。三剣
私と共に戦ってくれ。密旗裏切り者、ここに私が守りたいもんがあるからね。はぁはぁ、やらず強者。はぁ、ノッコン少女。ちやぁ、松ぼっくりくらえ。ちゃぁ、結界陣強説よ。三剣
目覚めよ、時は来た。うだつだにしてやろう、一瞬でな。うちに助けてほしいんですか。やらず恐怖心がかい、はっ、勝手に風雨からあたしらを守ってくれるんだ。探検ギアラブ教師眼中古心探検松ぼっくりくらえ。いけ溶接よ。呪符隊共感せよ、私の強さに。私には守りたいもんがあるからね。当たらないよ。探検風球によりしい。私が預かってる。前を松ぼっくりあげるから殴らないで。ノッコン少女探検ご主人様が鬼王の首を討ち取った。俺はご主人様の命令でその首を都に届けに向かった。羅生門を通った時、俺は道端に美しい女性が立っていることに気づいた。俺は息を彼女を見つめた。そして考える暇間もなく俺は刀を抜いた。肉体を切り裂く音が静まり返った夜空に響き渡った。その瞬間、女の騎士の断面から大量の毒気が放たれ俺に襲いかかってきた。襲ってきた毒気が左目を刺激し、俺はご主人様と彼の血まみれの手によって結ばされた契約のことを思い出した。左目の契約は破られた。封印されていたのは俺の記憶だった。思い出した。俺はご主人様に騙されていたのだ。俺は源家の正義の刀なんかじゃない。俺は大江山の妖怪だった。あいつに騙され利用されたのだ。あいつは俺を服従させ鬼王を殺させたのだ。大江山の大地は妖怪たちの死体であふれかえっている。死んだのは俺じゃなく、俺がこの手で殺した同族たちだ。あれだけ信じていたのに、源の頼光、絶対にお前を殺す。
を行してよ。救急如立量してはおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。やらず教師ガカイ。はっ、私には守りたいもんがあるからね。結界陣松ぼっくりだえやらず教師私が呪符タイム当たらないよ行くぞ僕が松ぼっくりを奪ったな風から私が守りたいもんがあるからね。時は来た。うるさいぞ。行け。溶接よ。この少女。あいつらを叩いて。はい。か。風から私らを守ってくれる。守りたいもんがあるから、ね、三剣今踏んだりした時やろね。松ぼっくりくらえ。行け溶接よ。救急如立三剣共に戦ってくれ。拙者の体より強壮。やらず強壮。ふっ。ガカイ。はっ。おれ。生き物を集めてまいれ。どれや。私が使って。探検。行け。溶接よ。五行。結界陣。どれや。松ぼっくりくらえ。
弱の構え。行くぞ。探検。くしゃ。まさか僕に当てるから殴らないで。行け。強説よ。探検。どれや。十負体か。風からあたしらを守ってくれるんだ。当たらないよ。探検。お主の願いを聞かせるのじゃ。全てを守りたいもんがあるからね。探検。十負体。私は使って物の花。風からあたしらを守ってくれるんだ。目覚め、時は来た。聖子は拙者が定める。ギアラス教師。あたしに守りたいもんがあるからね。松ぼっくりくらえ。今度は話しないでしょ。探検。行け。ギアラス教師。五行結界陣。探検。しよう。続く限り。行け。調節よ。宇宙によりつよ。探検。忘れないから。まっすぐやげるから殴らないで。ギアラズ教師。十負体。風からあたしらを守ってくれるんだ。
行してよ。救急如立よ。最強の権化四天童子、ここに爆弾。わしは福の神じゃ。大事に戦闘災いを招くぞ。当たらないよ。あ、そう。私が預かっておくね。眼中個人ギアラズ教師行け。調節よ。松ぼっくり食らえ。ギアラズ教師許さん許さん。松ぼっくりあげるから殴らないで。三剣私に守りたいもんが勝った。不運から私らを守っているんだ。三剣北緯の侍の追撃を逃れ必死に走った。首の入った鉄箱がとてつもなく重い。私は敵を見くびってしまい油断した。あれほど強い妖怪が源家の犬になるとは思っていなかった。右腕は相手の刀に切りつけられ痛むが、鬼王の首を取り戻すためなら別に大したことではない。この首に私の妖力を与えれば。四天童子、絶対に君を死なせない。私の用心の中で四天童子が目を覚ました。近づくと私の足首の鈴が鳴った。誰だ。私は茨城童子、君の親友だ。
私と共に戦ってくれ。武士たちよ、強説よ、当たらないよ。三剣ギアラスキョーシュー、くらえ、結界陣、マスボックやげるから殴らないで。くらえ、あたしね、守りたいもんがあるからね。くらえ、はい、これでよし、行け、強説よ。くらえ、あそう、ジュフタイム、当たらないよ。おいきつ、三剣、琉球によりつよ。こうしてよ、救急に寄りつよ。これは男の肉の香りかしら。ギアラス教師のノッコン少女、マスボックやげるから殴らないこのあれ、いつにものをあっちで入る溶接よ。眼中個人あるからね。行け、強説よ。私が預かっておくね。マスボックやげるから殴らないで。あちゃ、
私と共に戦ってくれ。もっと遊びたいな。ギアラズ強襲、行け強説よ。これでよし。この命をお受け取りくだされ。松ぼっくりくらえ。お主の願いを聞かせるのじゃ。五行決壊陣。私が集まって、不運からあたしらを守ってくれるんだ。当たらないよ。アホー、琉球によりつよ。今さら遅いよ。さようなら。命のきらめき、魂魄の輝き、強敵くらえ。強説よ。十二体目アイソフーンからあたしらを守ってくれるんだ。ノッコン少女、松ぼっくりくらえ。強説よ。鬼王を退治した今、一族の長老たちは私との実力の差に気づいただろう。あいつらは害虫のように源家をじわじわと蝕んでいた。私は生まれた時からあいつらと違った。山で悪鬼に襲われた時、私は自分の血を使い妖怪を先祖の守り刀に封じ込めた。そしておにぎりという強力な怪物を作り出した。契約を結ばせ、手なずけ、しつけをし、正義という概念を吹き込む。そして偽りの記憶を植え服従させた。それ以来似たような怪物を数えきれないほど作り出した。源家は私の指揮のもと最強の一族となるのだ。だがおにぎりはなぜ姿を消した。
目覚め、時は来た。言ったはず、賑やかな場所は嫌いだ。いずれ相応の報いがあろうぞ。逃げてるんだ。私の毒に蝕まれる気分はどう？えい、このはーっ、はーっ。私には守りたいもんがあるからね。ない。まつぼっくりあげるから殴らないで。ギアラズ強者ある。程度じゃ効かない。ダオン。アホ。行くぞ。私が預かっているね。カタ。ライズ。強敵よ。あ、そうだ。はーい。眼中個人。これでよし。カタ。不運から私らを守ってくれるんだ。カタ。私と共に戦ってくれ。拙者の体より強靭な。あれ、いついいものを集めてまいり。三剣。カタム。風雨から私らを守ってくれるんだ。こうしてよ。救急如立よ。新鮮な血。お主の願いを聞かせるのじゃ。
三剣。この風からあちらを守ってくれるんだ。当たらないよ。ギアラズ強者。三剣。団長個人。私が預かっておくね。この私が守りたいもんがあるからね。まつぼっくりあげるから殴らないで。調節よ。あほう。行くぞ。私が坊やを守るさね。私と共に戦ってくれ。ソーラ、いずれ相応の報いがあろうぞ。三剣。ソーラ、フーから私らを守ってくれるんだ。当たらないよ。ギアラズ教師。五行決対陣。私が守りたいもんが勝つ。あそう。十負対も。勝つ。風から私らを守ってくれるんだ。アホ。まつぼっくりあげるから。三剣。目覚めよ、時は来た。してはおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。生き物を集めてまいり。まつぼっくりあげるから殴らないで。ギアラズ教師。
アホーレグジュフタイム語れてます不運からあたしらを守ってくれるんだアソーレグ当たらないよは刀を携え茨城童子の騎士を源の頼光に捧げるために戻ったと嘘をつき源家の屋敷に戻り一族全員に報復した。俺は守衛の侍たちを一人また一人と切り捨て源の頼光を目の前に空に漂う鉄錆の匂いを思いっきり吸い込んだ。あの男を撃つ。俺は心に固く念じた。刀を抜き源の頼光のもとへと突き進んだ。これは俺の血だ。愚かな。お前の目に封印されているのはただの記憶に過ぎない。真の契約はお前の体の中にある私の血だ。私が死ねばお前も生きてはおれんぞ。それがどうしたならば一緒に死のうぞ。血だ。刀を引き抜いた血と肉の塊からは痛いだが最高の気分だ。もう止められない。
私と共に戦ってくれ。お主の願いを聞かせるのじゃ。溶接よ、私が扱って。まずボクにあげるから殴らないで。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。アホー、クソ、マコノクが。当たらないよ。あたしには守りたいもんがあるからね。地底は俺らだ。いずれ相応の報いがあろうぞ。よくも松ぼくりを奪ったな。はい、本領たち。大丈夫、死なせないから。お前の刑を決めてやる。死の欲望やらず教師。死の欲望じゃあ探検。死の欲望じゃ風か風か。あ、そうか。重体の調節よ。私が扱った。またボクにあげるから殴らないで。アホーレ、行くぞ。時は来た。お主の願いを聞かせるのじゃ。ノッコン少女。何を見てるの。ギアラズ教師。松ぼっくりくらえ。私ね、守りたいもんがあるからね。これでよし。探検。五行結界陣。調節よ。当たらないよ。私が預かってるよ。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。アホー、ジュフタイム。ふっ、悪い。探検。俺はデカチが死ぬ。私を呼んだのに。ガオッ。つまんないやつ。ガカイ。はっ。やらず教師。死ぬ。守りたいもんがあるからね。あ、そう。救急に寄り連れよ。くらえ。行け。強敵よ。アホーレ、眼中腰。
残しぐれ。やらず残し。三剣。アイソーリ。ジュフタイム。涙が雨に混じる。大の変化。行け。よ。アホーリ。琉球如立れよ。甘い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 。よいしょ。ギアラズ教授ノッコン少女勝つかと風雨からあたしらを守ってくれるんだ。いい刀だ。源頼光はそう言いながら倒れた。おにぎりは思わず笑い出した。彼は同時に皮肉、悲しみ、そして無念を感じていた。自分の体を支えられなくなり、血の海に倒れ込んだ。おにぎりの血は地面に広がり、茨城童子の騎手に巻きついた。そしてじわじわとその腕の力を奪い取った。騎手から一本の血筋が現れ、やがておにぎりの体と騎手をつないだ。血の海に倒れていたおにぎりは突然目を覚ました。彼は立ち上がり、馴染みあるようで見慣れない景色を見渡した。かつての正義の刀はもうそこにいなかった。源家が最も憎む妖怪として生まれ変わった。